今崎半太郎は、沖地部郡西の島の浦郷出身の政治家。1904年から1946年まで、43年間もの、長期間にわたって、島根県地部郡浦郷村の村長を務めた。浦郷の父とされる。今崎が改作に尽力した船引き運河井正は、1869年4月5日に、沖諸島西の島の浦郷で生まれた。 終わり屋の佐藤大志郎の次男である。1889年以後には、各地で町村制が施行され、1904年5月1日には、沖諸島でも町村制に準ずる、島根県沖国に、おける町村の制度に関する県が施行された。近世以来の裏の豪村が単独で自治体を形成し、同年5月1日に、島根県地部分裏後村が、発足。 35歳の今崎半太郎が初代浦郷村長に就任した。現在の浦郷地区当時の浦郷村は不況の底にあり村民の暮らしは貧しかった。年間の生形費が約170円だった時代に1個あたり約100円の借金を抱えていた。今崎は漁業、養産業、畜産業などの産業振興を目論んだ。また村民の意識改革や 漁業経営や施設の改善などに努め、水産教育も行った。1914年には西の島中央部の地境を改作する運河の建設に取り掛かり、1915年に完成した船引き運河は、裏郷の漁業の発展に大きく貢献した。今先は黒木村の中西松次郎村長と共に、両村民の説得にも尽力した。 1935年の浦郷村の漁業収入は黒木村の4倍に達し、1個あたりの年間収入は黒木村を110円ほど上回っていた。1946年11月3日には浦郷村が調整を施行して浦郷町となり、今崎はこれを契機に浦郷村長を退任した。今崎は1904年から1946年までの43年間も、 村長を務め、浦郷村が自治体を形成してから調整を敷くまでの村長は今崎ただ一人である。1957年2月11日には船引き運河の改作時に手を組んだ浦郷町と黒木村が合併して西の島町が成立している。今崎は同年2月28日に87歳で死去した。1986年10月には 裏号校のシルバー会館横に今先ファンタを明らかによって今崎の銅像が混流された。ありがとうございます。